今日から朝の体操に山田もっとちゃんが参加します。今日から朝の体操にまさやが参加します。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ。みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2の3。ではいただきます。いただきます。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ヒロシは昔の新聞記事を読んで、この地方に伝わる女王ヒヒコの物語を知りました。古代日本には恐竜をよみがえらせた謎の部族と、その蛮行を英知によって治めた九州国の女王ヒヒコがいた。ヒヒコたちが作り上げた砦には、人の力では到底動かすことが不可能な巨石が使われていて、それらはどのような手段で運ばれてきたのか未だ解明されていない。ブリブリーブリブリー
ふふい。ふふーい。ふふーい。ふふーい。
おやおや、しっこは。ふふい。ややこおばちゃん、しんちゃん。え、ふふい。よりどりみどり、どれにする？これでいい？これでいい？いい加減にしろよ。ダメダメ。しんのすけ。俺はこれにするぞ。いただきマンモス。ギャハハハハ。ふふい。しんのすけ殿、ありえない。なになに。もう夕方。あっ、
ただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから。こえーこ。から遠くの街を見ることが彼はとても好きでした。ある日、7月の強い西風を使っていつもより高く舞い上がると、遠くの地平線が少し丸く見えました。彼の友人たちは口々に忠告します。そんなに高く飛ぶことはあんまりはずだ、やめたまえ。彼が翌日もまた同じことをすると、今度はもっと高く高く舞い上がり、隣の大陸の海岸線が白く光るのが見えました。彼はそこで気を失って落ちたのです。高い空は空気が薄く、飛ぶには危ない場所でした。成層圏の雷雲を通り抜け、落ちてきたところには仲間は誰もいませんでした。ここは隣の大陸だ。おとなしく寝るのよ。